次は金庫がある、ん、金庫がある、冒険家いる、火がある、なんだろう、あ、鍵がある、でも届かない、あ、缶詰、難しい、タップできそうなところはないね。蜘蛛の巣に引っかかってるってことは逆に蜘蛛使うとか違うか、なんだろうね、この鍵を使ってあん中に食料が入ってるんだろうけど、なんだろう、缶詰を火にくべてみる、はい、どう、ダメか、缶詰そのまま男の子にやってもしょうがないだろうから、多分開けらんないってなるはずだから、冒険家とか缶詰好きそうじゃない、はい、食べなさい、はい、ダメか、あ、火が取れる、え、でタップしたら火が取れた、でこれを火近づけてみると、あー取れ取れた、鍵取る、で鍵で開けてみる、あ、缶詰が開いて、こうか、なるほど、あー、なるほどなるほどなるほど、やっぱいろいろタップしてみるの大事やね、さっきも火触っちゃったらなんか火傷するとかかと思ったけど、一回触ってみるのが大事やな、てかさ、この蜘蛛さ、こうやって足で取るやんか、この壺、こういう風ならもう後々多分蜘蛛じゃなくて実は何々でしたとかありそうじゃない、もうカタツムリいる、カタツムリゲット、コンボゲット、何もない、で一回コンボで叩いて落とそうか、はい、何もない、何もない、はん、こっちは、はい、何もない、あ、コインがある、これ普通に自販機使えるんじゃない、はい、ジュース、おでんだ、おでんゲット、ただ多分このまんまあげ、あ、でもよく見てこのおでん、あの取っ手がついてて普通にパカッて開けれるタイプだ、じゃ、はい、あ、食べれる、え、あれ、な、今の、え、いろいろコンボとかあったけどいいのかな、まあいいや、次なんかある、石ゲット、水がある、これ移動させたいよね、多分右側になんか移動させたい、木材ゲット、え、なんだろう、これを倒すんだきっと、で多分こうしてこうだ、でこうタップして、やっぱりで、エビとカニ、でもエビとカニそのまま食べていいのかな、エビあげる、はい、あ、食べれたちなみに今カニあげたらどうなるんだろうね、ちょっとやってみよっか、カニあげたらどうなるのかな、こうやって置いておいて、タップ、カニあげる、はい、やっぱそうなんか、あ、はい、次、モアイがいる、ちょっと汚れとるね、モアイで、またカタツムリいる、このカタツムリとかは何なんだろうね、ああ、触っちゃった、あああああんま触っちゃダメなんね、感電した、ごめんごめん、多分汚れてるから綺麗にしてあげたらなんかいいこと起きそうじゃない、近くに川あるし、宝箱がある、でまたヘラクレスいる、ああなんかモップある、で部族いる、鍋もある、ん、難しいな、とりあえずモップで綺麗にしてあげよっか、はい、綺麗くなった、喜んだ、でモップ綺麗してあげる、喜んだ、もう一人これ綺麗、あ、綺麗してあげる、喜んだ、あ、いた、であげるのか、はい、待て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 、鍋とかどう使うんだろう、水汲んでみる、あ、水入ってる、なんか使えそうじゃない、鍋どっか置いてみる、水そのまんまあげるとか、ダメか、なんだろうねこれ、気になるな、
え、ぶっかけるよこれ鍋。でもそれ以外使い道ないしな。わからん。結構探したけどわかんないな。わからんな。この鍋の謎を知りたい。なんだろう、ちょっとわかる人いたら教えてほしいマジで。あ、汚れたバナナゲット。で、とりあえず割ってみて何もない。丸太ゲット。あ、猿が iPhone 持ってる。ん？ iPhone 乗ってるけど別に戻れない感じじゃないね。普通になんか、いたずら猿っぽい顔してる。どうしようかな。ヘラクレスオオカブトあげる。違うか。わからんな。バナナあげてみようか。はい。あ。え、そんな、そんな残酷な、とりあえずスマホあげてみるよ。はい。すごいね。すごい。もう宅配ピザってすごいよ。こんなところにでも届けてくれるんだから。え、結構残酷やね。あと丸太の使い方何なんだろう。ちょっともう一回再挑戦してみていい？これを、汚れたバナナを、まず丸太を置いて、あ、置ける、ここに置けるな。で、猿タップしてみる。違うか。ん？なんだろう。いや、わからん。ん？置けもせんくなったな。いや、わからん。これもちょっとマジわかる人教えてほしい。これ。こういうなんか、多分何通りか、多分なんか成功パターンとかがあるやつよね、多分ね、これ。いや、わからん。違うな、わからん。うわー、くそ、こういうの結構調べたいタイプやからな。くそー。まあでもまあまあまあ、全部やっちゃったらね、面白みがないから。ちょっと残しとこう。あ、なんか待って、唐辛子ある。唐辛子ゲットする。あ、かわいそうに、あれミヤキャットよねが襲われてる。唐辛子をライオンにあげる。えい、目つぶし目つぶし、ダメか。んー、これをあげても辛いって言うだけだろうから、なんかないかな。あー、触っちゃった。ミーアキャットが震えてる。ライオンタップしちゃった。違うよね、あの唐辛子をどう使うかだよね。こいつにあげてみる。あ怒涛の展開。何、リンゴくれるの。あ、どこ行った、かわいい。いや、あいつを利用するみたいな展開もあるのか。なるほど。で、部族利用する展開もきっとあるだろうね。鳥さんたちがいる、飛んでった向こうに、あら、向こうにもいっぱいいた。これもタップしてみる。飛んでくね。真ん中にどんどん集まっていくね。なんで、なんでし、え、どういうこと。どういう原理で燃えたん。わからん。自然界すげえや。広いや、地球。すごいな。集まれば、たくさん集まったその熱で、発火したんだ。焼き鳥になったのね。すごい、そんなことがあるのか、自然界。続いて、とりあえず水を入れることが、コンロ。で、グツグツしてる。これでこうやって、カタツムリ食べたりしない？違うか。まず、割れるもんをいっぱい割っとく。あ、なんかある、穴。なんだ？棒がある。棒で中つついてみる。はい。あ、カニが出る。で、ボイルして食べさせる。あ、非常にスムーズ。いいね。これは結構わかりやすかった。次、あ、また魔女来た。魔女さん助けるといいことあるからね。今回は多分助けるんやろ。なんかある。真ん中になんかあって他は何もない。魔女さんが時計を見てる。上になんか蛇っぽい。ごめんなさい。時計をもらう。
で、クワがある。これで掘るんかな？掘る。で、マジさんかわいそうやな。で、時計渡してみる？違う？置いてみようか。あ、お？すごい！魔法の時計だ。時間進めるんだ。へえ。で、スイカ食べてけとか。なるほど。この作品結構あれやね。なんやろ、こう、まあ、魔女さんにかわいそうな目合わせたりとか、猿に、小猿にかわいそうな目合わせたりとか、意外とかわいそうなことするよね。あ、すごい。冒険家がこんな近くでじっと見てる。危ねえ人だ。で、今回は、虎が寝てる。何もタップする場所ないよね。なんか続いてみる。はい。はい。ネズミが出る。ネズミと虎。ん？ネズミタップして、あああああ。めっちゃトム閉じる。ああああああ。どう、え？どういう原理で？なんで？ネズミがめっちゃ回って、ネズミと合わさって、ホットケーキができ、はあ、世のホットケーキってそうやって作られてるのね。おー、ネズミとプラがぐるぐる回ってできるのか。へえ、あんま僕料理しないんでわからなかったけど、そういうものなのかもしれんね。続いて、なんかパチンコ玉とかでさ、できそうな感じじゃない？あ、卵がある。なんか紐とかさ、あったら、それでゴンパッチンできそうじゃない？丸太がある。ん？ここに置いて、タップとか、違うか。ん？置いてみる。これを、ああ、親鳥が座れた。違うな。でもあの卵をどうにかして食べるんだろうな、きっと。親鳥タップしてもダメか。取れない。丸太と、あれ、木の棒どこやったっけ、さっき。あったあった。木の棒ゲットして、まあ、置くのは置くんだろうね、きっと。丸太じゃない、この棒を与えてもしょうがないだろうから、きっと食べちゃうから、このクモの巣何なんだろう。はい。あ、やっぱり。で、この辺？違うな。なんかこれでパチンコ的なことをして落としたい。これ渡す？あ、やっぱ食べちゃうか。何でも食べるな、お前は。ちょっと待てよ。よし、全部装備した。置く。で、こうする？鳥に向かってやる。ああ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 あ。親鳥が、あ、親鳥がこうやって絡め取って、クモの巣で絡め取ってる間に、ここをタップしてゲット。よし。結構残酷。卵このままでいいのかな？よし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 。すごい、生卵のまんまいくやな、この男の子。